緑に囲まれた癒しの新名所三原庭園。新しい街づくりが毎日進んでいます。人が集まる場所を目指して成長する三原庭園の活動にテレビが密着。三原 TV。 冬晴れです。今日は作業ができる服で三原庭園にやってきました。作業を手伝いたいと思います。頑張るぞ。三原庭園は盆栽の展示もしています。なんとその数は200鉢以上。個性のある盆栽が並び、同じ姿のものはありません。国内でも有数の盆栽スポットを目指しているんです。その盆栽は職人さんたちが手入れをして商品に仕上げていきます。その棟梁は庭師の竹花さん。死んだ枝の部分を削る作業を毎日行っています。ちょっと削って、これが死んでるところなんですか？うん、これ死んでるんですよ。でここから虫入ったりするので、きれいに磨いて硫黄を塗って、はい、虫が入らない、腐らさないとかいう作業です。ちょっと結構力いりますよね。うん、いる。難しい。仕上がったら、はい、どっか企業さんとかのに展示させてもらったりねしてるんで。これ一つ仕上げるのにどれくらいかかりますか？1週間ぐらいじゃないですかね、出来上がるのに。一つ一つ形が違うから、うん、それも大変ですよね。楽しいですよ。だから削った枝には硫黄の薬を塗っていきます。今ですね、竹花、これが硫黄なんですか？そうなんです。硫黄と水、はい、はい、そうです、うん、でこうやって枝にずっと乾いてたら抜いて、乾いたら塗ってってずっとしていくと白くなっていくんですよ。うん、盆栽はたくさんの手間をかけて育てるんですね。いや、私もまだまだ今勉強段階なんですけど、勉強すればさせてもらえばさせてもらうほど、どんどん盆栽がかっこいい、なんか、うん、かっこよくて、で自分がこうすることによってますますかっこよくなってくれる。うん、ところが魅力ですかね。三原庭園は今貸し出し用の農園を作っています。これも全部畑になるんですか？はい、片方で6区画7区画ぐらい、完成形がこんな形です。そうだね。でここでできたお野菜は下にあるカフェとかで、そうですね、使われる。はい、かけて、はい、下からですか？はい、で基礎を打つための鉄筋を張る作業を手伝いました。実家が農家のせいなちゃんもこうした作業は初めてで、職人さんたちに教えてもらいながら一区間分をなんとか仕上げました。三原 TV は朝地毛 Z と NIB 公式 YouTube チャンネルで配信しています。レンタル農園はどんな成長を見せるのか、三原庭園の日記、ぜひご覧くださいね。